a m a z o n .com がアメリカ合衆国で展開している宅配ボックスサービス amazon ロッカー宅配ボックスは受け取り人が留守の時に宅配便や郵便物の受け取りを代行するロッカー型設備である宅配ロッカーと呼ばれることもある留守でも荷物を受け取れるため平日は帰宅が遅くて宅配物を受け取るのが困難な人やインターネット通販をよく利用する人に ニーズが高まっている。近年は、特にマンションの共用設備として、新築物件で導入が進んでいる。また、近年では、コビッド1 9に影響され、宅配便に関しても対面で受け取ることを避ける処意、置き配が注目されており、大手通販サイトの Amazon.co.jp でも、標準の配送方法として置き配が推奨されるなどし、 宅配ボックスへの注目が高くなっている。この他、作り付け設備として宅配ボックスがない一戸建て住宅や、マンションにおける簡易な宅配ボックスが販売されたり、鉄道駅や大学、コンビニエンスストアなどの一般店舗における公共スペースで宅配ボックスが設置されたりしている。以下の物品は、配達会社の規定、あるいは宅配ボックスメーカーの規定により、正式に、 宅配ボックスへの配達は禁止されている。メール便は郵便向けに配達が原則であるが、暑くて入らない場合は宅配ボックスに入れることができる。ただし宅配ボックスに入れて紛失しても損害賠償はない。また、以下の場合は宅配ボックスには物理的に入れることができない。また、以下の場合は配達員の判断によっては宅配ボックスに入れない。 ことがある。以上のような場合でも宅配ボックスへの配達を希望する場合、宛先住所の末尾に不在自宅配ボックス希望と記載が推奨される。この旨が記載された場合は客からの指示であるから、どの配達会社の配達員も極力宅配ボックスに配達するように努める。1999年以前に建てられたマンションでは設置率が低いが、 2000年以降地区の物件では急速に普及が進み新築マンションでは標準的な設備となっているマンション情報誌の欲しい設備のベスト5に必ず入る設備として受け入れられているまた新しくないマンションであっても住民の要望によって宅配ボックスを後から導入した事例が増えているアパートは集合ポスト付近が狭いので設置場所確保が 難しく、また管理上の問題から宅配ボックスの設置率はかなり低い。ただし、新築アパートでは2箱ダイヤル式の宅配ボックスの導入が増えつつある。小建て住宅では価格や設置場所確保の問題から宅配ボックスが設置される事例はこれまでかなり少なかったが、近年は設置事例が少しずつ増えている。 後付けで宅配ボックスを設置するユーザーも存在するが確実に利用できるという保証がない点には注意を要する。おきっぱいペアー社より発売された集合住宅、小建てを問わず利用できる新しいタイプの簡易型宅配ボックス及びサービスの故障。今までの宅配ボックスと異なりスマートフォン向けのアプリを利用することにより大手通販サイトや 配送会社との連携を行い、受け取りの簡略化が行えるのが特徴。2018年12月、同社は郵便局と共同にいて、東京都の一部で置き配の実証実験を行い、再配達の割合を61%削減したとして郵便局主催の2018年、ポストロジテックイノベーションアワードにて、観客賞を受賞している。2019年6月、 郵便局が、同製品を利用する際の手引きを公開、置きっぱを利用した場合に限りそれまで郵便局では、必須とされていた、指定場所配達の依頼書を提出したとみなして、事前の申請なしでも宅配ボックスを利用した、配達が利用できる、旨の告知が行われた。同時に2019年には宅配ボックスの社会的な、認知度の向上を目指し、u パック利用の置き、 ハイモニターとして10万名に同製品を抽選で配布するといったイベントも実施された。宅配ボックスにはいくつかの種類があり、機能や操作方法がそれぞれ異なっている。小立て用の場合、まだほとんど普及しておらず、配達員が小立て用宅配ボックスの操作に慣れていないものがほとんどのため、宅配ボックスが設置してあっても配達員が使用しないことがある。 配達員が積極的に使用しない理由としては、宅配ボックスがあることに気づかなかった、盗難対策や、雨濡れ対策が十分とは言えない、小立て用は使い方が、製品により、様々なので使い方がよくわからない、宅配ボックスへの配達を希望しているのかわからない、などが挙げられる。また、小立て用の宅配ボックスは設置場所の理由から、 小型で奥行きがないボックスが多いため、小さい荷物しか入れられない問題もある。住民が何らかの理由で配達通知書に気づかなかった場合や、宅配ボックスから取り出す意欲がない場合に、荷物が何ヶ月もボックスに入りっぱなしになることがあり、これを長期滞留荷物と呼ぶが、その対策としては機種によって二つの方式がある。プドステーション宅配ボックスが、 自宅にない人でも宅配荷物を仕事帰り等に受け取れるようにするため、駅などに宅配ロッカーを設置している事例がある。コインロッカーとは別の場合も、兼用する場合もある。こういった宅配ロッカーは、特定の通販サイトや配達会社の荷物しか入れられないなど、利用条件が限られることもあるが、最近は差し出し人を問わずに荷物を入れられる。 オープン型宅配ロッカーが登場し、設置事例が増えつつある。東京都狛江市は2018年1月、市役所に設置した。アメリカではそもそも宅配ボックスは、愚か再配達、時間指定配達という概念が薄く、不在時等には、玄関前、または、敷地内に置き去り、屋外に放置することは、一般的である。在宅確認を一切せずに、 またはドアをノックしまたはドアベルを鳴らし応答を待たず直ちに起き去ることすらある。盗難は折り込み済みであり通信販売においては荷物が盗難に遭うなど行方不明になった際はその旨を報告すれば代替の製品が新たに発送される等の対応が取られる。盗難保障よりも再配達等に伴う人件費や時間等のコストが 上回るという合理性のもと行われているとされる。送り主、または受け取り側の判断により、受け取り側の署名が必須な配送も選べるが、オプション扱いとして、追加費用がかかる例が基本であり、利用されることは少ない。署名必須な配達において、不在だった場合、不在票を入れた後、荷物は持ち帰り保管され、後日自分で保管先に取りに行くか、 再配達を依頼する必要がある。また、マンションの場合は、管理会社に配達するといった対応もごく当たり前に行われている。都市部の一部などではシェアリング型のロッカー型宅配ボックスが設置され、受け取りだけではなく、発送にも対応している多機能型のボックスが設置されている場合がある。厳密には宅配ボックスではないが、 大手通販会社のアマゾンが設置しているアマゾンロッカーというものが存在しておりコンビニや駅等に設置され同社の買い物や返品対応の際に利用が可能となっているドイツでは不在時に荷物が放置されるということは基本的に起こり得ないが再配達の制限が厳しく不在票が入れられた際には基本的に 自ら各宅配業者の営業所に受け取りに出向く必要がある。ドイツの郵便局 DHL ではパックステーションと呼ばれる共用の宅配ロッカーサービスが存在し荷物の受け取りが可能である。フランスでは配送の際郵便局が利用されるのが一般的である。時間指定は基本的にできない。不在表を入れられた場合 郵便局に出向き窓口に並び受け取ることが一般的である。再配達も時間指定はできない。共働きが多い大都市部を中心に、近年は宅配ボックスが急速に普及し始めており、宅配ボックスメーカーはすでに20社以上ある。中国でよくある仕組みとしては、配達員が配達時に受け取人の電話番号を宅配ボックスに、 入力するとシステムが自動的に暗証番号を生成して受け取り人の携帯電話に SMS で暗証番号を通知し受け取り人はその暗証番号を宅配ボックスに入力すると受け取れるという仕組みが一般的である配達員は配達通知書を手書きする必要がなく SMS で受け取り人に直接通知されるので 家族に荷物を知られる恐れが少なく、受け取り時に、磁気カードもいらないという点がメリットとして挙げられる。ありがとうございます。